ピンスカ TV 始まりました。今回はピンスカ初のオフ会に行ってきました。それでは VTR どうぞ。ではですね、皆さんまずしおりの1ページ目を開いてください。今日のお約束があります。はい、まずみんなで仲良くオフ会をしましょう。先生の言うことをよく聞きましょう。先生はですね、渚先生です。渚先生、はい、アバウトなこと言います。時間を守る、来た時よりも美しく、とにかく楽しむ。雨ですけどね、あれ、このね、3ページ目にね、私ちゃんとね、どんな動物がいるか調べて書いたので、ミニブタ、ウサギ、ハムスター、ラット、シマリス、モルモット、ニコヤギ。今投げに出てきた。めっちゃペロペロされとるよ。いやめっちゃ口ぶったい、ね、指美味しい、塩分が多い。手をかわいいよ。すごいね。先生、渚先生、先生ですか。上か、上じゃん。なんだこの牛を見るっていう。うまいうまいって食べてるね。まだですね、ここにやってきた豚さんやっていきたいと思います。はい、せーの、頑張って、よいしょ。はい、これは頑張らないと食べません。そうそうそう、はい、頑張って食べなぞ。頑張れ。あ、応援があったよ。今頑張って。ありがとうございます。見えるところで歌う予定だったんですけど、雨なのでちょっと濡れないようにね、歌いたいと思います。さようなら。まだとやろ。こうしましょう。
分かんない。ダメだ、私分かんない。あーもういや、なんでそんなの待ってるんですか。おー、一緒一緒。あー今ですよ、見とくだけ。どちらにこっち。ナイトさん、グッズさんしててじゃあ、終わりよ。高見の件です。ナイトさんの負け。え、バラー。あー、はい、あー当たったー、5、4、3、2、1。足りないな、多分。はい、まだです。あと74回。じゃあ、牛さんと豚さんに干渉して、いただきます。いただきます。シュークリームとコーヒーのセットか、シュークリームと牛乳のセットどっちがいいですか。こんなお土産まで用意していただいてます。ありがとうございます。じゃあ先生、最後の一言。はい、皆さん今日は本当に参加してくれてありがとうございます。ありがとうございます。すごい楽しかった。どんぐり村さんからもう一つお土産をいただきました。じゃあみんな、このね、最後のお土産を持って帰って家に帰り着くまでがオフ会ですからね。はい、いいですか。途中で事故ったりしないでね。ちゃんと無事に帰ったらツイッターのリプとかで帰ったよって言わんばよ。いいですか。はい、帰ってください。今週のライブ情報はこちら。